西山茉希、激痩せ報道に思い、やつれても老けても乗り越えてきた、今が私は一番幸せ。モデル西山茉希、38が25日までにインスタグラムを更新。自身の激痩せ報道について思いを綴った。西山はスポーツブラ姿でストレッチする動画を貼り付けた上で、やつれて激痩せ周りから届く聞く自分の記事と容姿に関する一部報道に言及。慣れることなくため息つくけど、仕方ないっちゃ仕方ないと率直な綴り、ハッシュタグで完全母乳でそげてった身体年齢とともに、胃腸の弱いチキン体質、なんせ骨太筋肉家系年齢と性別と、性格による形成経験を経てなぁなどと記した。続けて、食べたいご飯は明確で、空腹で、ご飯を迎えたい。お酒も仰げばお肉もつくけど、緊張あると、すぐゲソる。そんな体を見つめる時間はごくわずか。すぐに帰れるものじゃないと、痩せてしまいがちな体について説明。それでも、心が喜ぶ状態で、今を動きやすい体で、最終章はふっくらと美味しいおにぎりを握る、おばあちゃんになりたいとの思いを明かし、やつれても老けても乗り越えてきた、今が、私は一番幸せですと綴った。